ドラドラチャンネル、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録をしていただけたら、いち早く最新動画を見ることができます。朝ドラエール、ナレーションはなおです。大喜びの雄一、憂鬱な音。しかし雄一は妊娠の大変さが少し分かってきたお話でした。音も妊娠は一人だけの問題ではないことが次第に分かってきたようです。第50話のお話は、妊娠で悩む音は二浦珠希から、たとえお腹の子が危険なことになっても舞台に立つプロとしての覚悟があるかと問われる。体調が優れない音、雄一は稽古を休むように勧めるが、音は機嫌を悪くしてしまう。練習に参加できない日々が続いたある日、音がいなくなってしまい、雄一は心配し音を探し回ったが、第50話はこのようなお話になるようです。自分の夢を取るのか、子供を取るのか、危険だけれどもどちらも取るのか、厳しい現実です。決めるのは自分しかいない。覚悟を決める時間はそう多くはないでしょう。第49話のお話は、雄一がびっくり大喜びの顔から始まりました。朝食の時、音が妊娠したことの報告を受け、顔のニヤニヤが止まりませんでした。雄一は子供が欲しかったのでしょうか。レコードも売れ、なんとかコロンブスの契約も継続。ほっとした矢先の嬉しい報告、雄一にはたまらない至福の時なのでしょう。音は妊娠したので子育てと学校の両立は無理と自覚し、学校は退学するというのですが、しかし記念公演は、椿姫だけは絶対成し遂げたい。雄一は心配で、大丈夫？と聞きますが、お腹も目立たんし、なんとかなるよ。お母さんになる夢も歌手になる夢も両方叶える。音の目に不安はありません。自信すら伺えます。絶対に両方叶える、そのことしか頭にないようです。雄一さん、協力してくれる？と言うと、彼はもちろんだよ、無理だけはしないでね、と何度も何度も無理だけはしないでねと。雄一は妊娠初期の危険性を知らないかも、そして音も妊娠初期の危険を知らない。そんなことはないと思いますが、音は無理を承知で、危険を承知で稽古を続けると言っているのでしょう。ただどれほど危険で無理なことなのか、この時点ではあまり認識していないようでした。この時の音はいつものように、頑張れば、諦めなければやれる、そんな風に見えます。そして稽古の時、音はうまく踊り、うまく歌えるようになっているのでしょう。監督さんが止めることなく続いていましたが、練習後に音は妊娠していることを打ち明けました。みんなが戸惑っていると、久志がおめでとうと。久志も監督さんも音がヴィオレッタ役を降りると思ったのでしょうね。しかし音は、みんなに迷惑をかけませんので続けます、監督さんは舞台に妊婦をあげるのはと言いますが、音は大丈夫ですと。これにはさすがの久志も、
何も言えなくなっていましたね。オトは監督さんやみんなに話してダメだと言われるとは思わなかったのでしょうか。監督さんがあげないといえばオトはどうするつもりだったのでしょう。それでも彼女はお願いしてお願いしてお願いして続けさせてもらうつもりだったのでしょうね。自分のことだから他人は関係ない、ヴィオレッタをやるのは自分なのだからと思っていたのか。その後、同じ練習をしている人の陰口を聞いてしまった音。交代してもらった方がいい。気兼ねしなくていい。そして追い打ちをかけたのが夏目千鶴子の言葉。あなたは本当強欲ね。少しは周りのことも考えて。と。音は気を使ってもらう必要なんてないです。千鶴子は、そういうわけにはいかないの。千鶴子の言うことはもっともです。妊婦に気を使わない人は無神経な人か、よっぽどメンタルの強い人です。そこで初めて自分の妊娠が周りに大きな影響を与えていると分かったのでしょう。そして夕食の時間になり、ご飯が炊けると音は炊きたてのご飯の匂いで気分が悪くなっていましたね。いよいよ妊娠の兆候、そしてイライラも。姉の銀が訪ねてきて学校を続けると言うと、何考えてるの？と。姉だからさすがにはっきり言います。それにも反発して、音のイライラは大きくなっていきました。銀が帰りに、一人ぼそっと、赤ちゃん、いいな、と。銀も子供が欲しいのでしょうか、それとも夫とうまくいっていないのか、両方なのか。こちらの夫婦のお話もそのうち分かってくると思います。早朝、音が一人で練習していると、二浦珠樹がやってきて、彼女にアドバイスをしてきました。音は、先生だけです。気を使わず普通に接してくださるのは、と。ここから、珠樹は音に、希望の言葉と残酷な言葉を言ってきましたね。あなたには、ヴィオレッタとしての義務があるし、それを全うする責任がある。二浦珠樹はプロ中のプロなんですね。音の妊娠など関係ない。与えられたことをやり通すだけ。そして珠樹にはそれを指導する責任があるということでしょう。そして音がプロの歌手になりたいというと、一つ確認してもいいかしら。プロってね、たとえ子供が死にそうになっていても舞台に立つ人間のことを言うの。あなた当然その覚悟はあるのよね、と。二浦珠樹はそんな世界に生きてきて、そんな覚悟を持った人だらけの中で自分を高めてきた人なのでしょう。実際の三浦珠樹さんは蝶々夫人の舞台に世界中で2000回以上立った方で、蝶々夫人の三浦珠樹さんは終始出ずっぱりで、歌のパートも長くて多い。もちろん蝶々夫人の舞台に立つには移動、稽古、準備にも時間を取られるし、他の舞台もあり、レコードの吹き込み、そして第一次世界大戦、第二次世界大戦と、とても壮絶な人生を歩まれてきた方のようです。だから二浦珠樹が音に対して言った。子供が死んでも、
という言葉は、彼女の中ではそれがプロとして普通のことだから聞いたのでしょう。この二浦珠希の質問に音は何も言えなかったですね。音はどちらも取るつもりだから、もしくはその覚悟はないか。翌日でしょうか、音は寝込んでいましたね。心配する雄一に、雄一さんが産めばいいのに、と。もう気分の悪さとイライラと不安でいっぱいの音。彼に当たっても何も解決しないのは分かっているのに、当たりたいのでしょう。雄一も生まれる前からいろいろなおもちゃを買ってきて浮かれていたのに、もう音の妊娠がどういうことなのか少しは分かってきていると思います。稽古をしているということが無謀だということ、それが雄一にも重くのしかかってきたと思います。雄一も子供が欲しいなら音に夢を諦めさせる、悲しいことを決断させる勇気が必要になってきました。本当は嬉しい話なのに。最後までご視聴いただきありがとうございました。ご意見ご感想など気軽にコメントしていただけると嬉しいです。